え、でもマジで来たことない組み合わせは。あ、初の。初の。あ、それは面白いな。どうしよう、ダサかったら。どうも、吉川です。今日は、中崎町に来てます。で、初めてのロケ、初めてやな。初めてやな、外。うん、今朝なんですけど、あるところに向かおうと思います。じゃあちょっと自転車でリアルなんですけど、行きましょうか。行きましょう。なんかあんまりこの梅田側、北側来おへんからさ、うん、慣れへんっていうか、うん、朝が多いねとか。そやな、結構通勤ラッシュやな。な、うん、なんか商店街なんかすごく飲食店多くて、この辺は住宅街みたいな感じかな、うん、そうだね。こういうほんまに親しみやすい住宅街の中にポツンと一個あるおしゃれなお店に行くんですけど、 JR の高架下になるんかな、ここは、うん、の下にポツンとあるめちゃおしゃれなセレクトショップです。見えてきました。ここですね。はい、シダーウッドストア、ここです。中崎町からだから歩いて2分ぐらいの場所にあるセレクトショップですね、シダーウッドさん。はい、じゃあなんかこう結構ね、ほんま住宅街なんで子供の声めっちゃ聞こえるんですけど、その中で来てひときわ輝くセレクトショップシダーウッドさんに来たわけですが、ここは僕がお世話になった人がやってて、で今日はその人とある勝負をやろうかなと思います。じゃあ行きましょうか。行きましょう。ありがとう。おはようございます。おはようございます。シダーウッドの、バイヤーの沢浦幸喜くんです。はじめまして、幸喜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、はい、いいですか。まあどうぞ。改めてシダーウッドのバイヤーの沢浦幸喜くんです。幸喜です。よろしくお願いします。なんか、もともとパレットのバイヤーをしてて、僕が入るさらに2年ぐらい前、3年ぐらい前からやってるんで、パレット歴はすごく長い、4年間続けた人ですね。で、去年の冬にパレット卒業して辞めてシダウッドをやってる人になります。僕がパレット入ったのも、幸喜くんがもともと元職場の時から仲良くしてくれてて、で誘ってもらったのがきっかけなんで、元上司プラスめちゃめちゃお世話になった人っていう方です。で、今日はその幸喜くんと以前慶志郎とやったスタイリングバトルをこの店のものを使ってやろうと思います。確かにでも2段目としては、うん、いいな、幸喜くんっていうのがもうめちゃくちゃいい。いや、そうやんな。なんか、いや、そうですよ。ほんまですよ。一番簡単に OK してるさとかない。いや、違う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 。2人ともさ。違う違う。絶対そうだ。まあ、やりやすかったっていうのもあるんやけど。まあでもね、レイヤード好きになったのも幸喜くんのおかげやし。師匠に挑みに来たっていう題名よ、もはや今日は。だから下克上させていただければなと思います。はい、負けない、負けない。ルールを説明しますね。じゃあ、うん、まあ見てるから分かんないけど、まあまあ、はい、じゃあちょっと改めて、はい、お題は慶志郎が決めます。おお。で、そのお題についても僕も知らないですし、うん、今幸喜くんも知らないじゃないですか。だからもう本当にアドリブで出たお題をアドリブでスタイリングする。なるほど。で、
そのお題に合わせてちょっと前は1分間やったんですけど、うん、今回今2階にいるんですけど2フロアあるから3分5分5分やな5分でいくか5分間でワンスタイリングはいで、はい、靴はお互いこのままで、はい、靴このまま靴以外のものはい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 了解全身ですねでなるほど負けた方があの視聴者さんにコメントいただくんですけどコメントではいはいはい投票してもらうんですけど負けた方が罰ゲームおお罰ゲームは前回と同じで私物プレゼントおお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 じゃあ、ケイシロウがそれぞれ、準備してくれたみたいです。僕の着る服、トップスかパンツか、まだ何もわかんないんですけど、トコウキくんの着る服を準備してくれたんで、まず、どっちが先にやるか決めて、それに合わせてケイシロウが発表する形でいいですかね。はい。はい。じゃあ、じゃんけんするか。はい。前もじゃんけんやったやんな。うん。そうやな。いや、違うけど。じゃんけんでじゃあ勝った方からやりましょうか。 OK 最初はグーじゃんけんポイ。じゃあ僕からね。はい。で高校高級伸びてや伸びてやじゃあ持ってきます。おい。はいはい。じゃあ俺はそれで5分以内にスタイリングしたらいいのね。はい。吉間さんにはこのシャツ宇城のオープンカラーシャツ。はい。ワークシャツですかね。そうね、ワークシャツだね。ベースの、うん、色味がサックスでね、うん、すごい綺麗な色のシャツ。これを使ってスタイリングしてもらいます、うん、はい。じゃあちょっともう一回カメラ変わろうか。はいはい。じゃあ こいつを中心に5分間で今からやります。はい。いいですか。どうぞ。5分いくで。はいはい。ガチだなあ、追うんだし。はい、追っていきます。あ、ったな。いやー、むずいな。結構いろいろここにもあるし。マジか。でも5分って結構時間あるよな、うん、前回1分って秒速やったもんな、うん、おぉ、ほんまや。普通に買い物みたいになってる。買い物みたいになってるな。あと3分。いや、結構余裕や。ほんまに。うん。じゃあもう結構もうイメージできてんねや。まあちょっとだけ。うん。どういう感じですか、今。どういう心境か。どういう心境か。いや、もう完全に高校生の時も同じ。じゃあ青春の頃。そう、僕空手部だったからさ。おお。試合前にあのこう正座して待ってんやんか、はい、自分のバンクとかで。その時の。そんな感じ。殴られる前。ああ。いや、むずいな。意外にこの色。でもぽいかなと思ってんけどな。はいはい。じゃあ5分経ったんで着替えていきます、はい、お願いします。楽しみ。登場してもらいます。お願いします。はい。おお。前横後ろ。はい。クラークスがちょっとこう何ボリュームあるから、うん、短めのパンツ履きたくて、
で中でもなんかちょこちょこありますよね、短いちょっと短いパンツ あるね、あるね。なんかあとロールアップとかしてもおしゃれかと思ったけど、これ選んだのは単純にも自分が履いてみたかったっていう好奇心。ああいいっすね。色味もね、あの宇城のこのシャツ淡い色味やから、うん、白でまとめたかったっていうのもあるけど、何より履いてみたかったっていう好奇心。うん、これがソング・フォー・ザ・ミュート、ソング・フォー・ザ・ミュート、はい、っていうブランドのやつです。パンツが、パンツが生地なんかめっちゃしっとりしてますね、履いたら。そうですね、生地はなんかただ履いてみたかったから履いてるけど、めっちゃ生地しっとりしてて気持ちいい。9割方自分たちそのブランド側で作るっていう。なんかしっとりしてて、うん、あのめちゃくちゃ着心地がいい。ウエストもたまたまジャストやと。で、なんか T シャツ、これもソングフォーザミュートですよね。そうですね。もう単純にこのブランドもともと見てて、大阪あんま見たことなくて、ここでやるって知ってずっと興味あったんで、これも合わせて着てみました。衣装自体がなんかちょっとこうモードな印象やから、そう、あのシダーウッドのイメージ、チルドレンとかシュガーヒルが多いイメージなんですけど、ソングフォーザミュートを一番合わせてみたいなと思って、この2つと一緒に宇宙と合わせてみました。はい。で帽子がソラリスのやつですね、うん、これはあのうちの名古屋店とかでもやってるんですけど、何バケ派かな、うん、バケットハットでいいんですかね、このくくりは。ナイロンのやつで、ちょっとこう軽くまとめれるように帽子はナイロンで軽くまとめてみました。はい、以上です。ありがとうございます。むずいな、なんか知らん、見たことないものやと、うん、いや緊張したわ、難しい。いや、いいんじゃないですか。ほんま、はい、じゃあこれで、ぜひ僕にコメントお願いします。そういうことだもん、まあ、情に訴えかけるっていう。情に訴えかける。じゃあ次、こうきくんの発表終わります。俺このままでいいかな、着替えた方がいい、うん、いや、そのままで、このままでいいか、うん、で、最後2人で一緒に立つから、うん、そう。はい、では次、こうきくんが来てもらうアイテムは、はい、はい、あーね、おー、それがチルドレンの半袖シャツです、うん、半袖シャツくくりやな。そうです、今回は夏っていうことで、うん、でシャツ、半袖 T シャツでもいいんですけど、結構半袖シャツって合わせるの難しいと思う人多分多いと思うんです。なるほど、なるほど。ということでちょっと今回は半袖のシャツで2人やってもらうということで。なるほど、なるほど。はい、じゃあ、コウキ君にはこちらで、はい、じゃあ一旦おかしいな、お願いします、ケンシロウに渡すわ。これだ。これたい、これ、はい、オーケー。じゃあ、あ、5分か、はい、行くか、いいですか、コウキ君、どうぞ、行きますよ、はい、はい、スタート、スタート。なるほどね、5分な。いや、もうこうきくん余裕じゃないですか。いやいやいや。でもこれ逆に緊張するよな、その自分の店じゃない人のと対決で、うん、もう負け、だって負けられへん。絶対に負けられない戦いやな、これ。お互いが、え、1分刺すと1分だよ、ホールしぶし。ああ、だからこれが吉松のチャンネルって吉松のプライドもあるし、こうきくんっていうこうきくんのプライドもあるし、いや、そうだよ、やっぱ諦めないね、吉松さんにはまだ。おー、まだ2分半ありますよ。いや、もういい、終わりました。なんでだ。じゃあ時間にして半分で終わりましたね。え、でもマジで着たことない組み合わせ。あ、初の初の
あ、それは面白い。どうしようとなかったら。じゃあもう、え、じゃあいいですか、終わりで。あ、いいよ。じゃあちょっとコウキ君は2分残して、うん、終了ということで。じゃあ、いただきます。はい、いただいてもらいます。止めますね。はい。なんか、あれやな。悔しいな。悔しい。まあでもちょっと楽しいんだから俺は、うん、店のあの雰囲気を、うん、やっぱあれなのかな、もう大体みんなこう人アイテム見た時にイメージがつくんかな、これっていう、なんとなくな。俺はもうこれは絶対合わせたかったな。あ、じゃあちょっとこうきくんが終わったということで、じゃあ OK ですか。 OK です。じゃあこうきくんが終わったということで、あ、俺がなんか MC みたいになってるけど。じゃあ、コウキ君が終わったっていうことで。はい。じゃあ、ここに、お願いします。おい。します。します。おー、さすが。いや、さすがっすね。重ね着、重ね着。おー、重ね着の天才ですね。じゃあ、ちょっと、なんか上からざーっと説明してもらっていいですか。説明で、はい、恥ずかしいなこれ。全体のイメージ、イメージと最初のイメージ、はい、そうだね、まああのガチということで、この今日のコミュニケーションの中で吉野瀬がレイヤード好きになったのも、その僕のきっかけっていう風に言ってくれたっていうのもあって、あのやっぱレイヤードは必須でやらなあかんなっていう脅迫観念。俺は今日レイヤードしなきゃいけないっていう脅迫観念に駆られつつ、あのそのケンシロウの、 あの俺っぽさみたいなのをこう、あ、他の人から見たらこういうアイテムとかっぽいんだみたいなっていう客観的な意見をこうもうライブで作ったみたいな感じだった。うわー、そう、さすがっすね。ルールなんて、その前の YouTube を俺見てたから、あのただルールでその靴は変えたらあかんって、はい、あ、なるほどなるほど、っていうのもちょっと俺の中ではあの、まあ、いい縛りだったかな、ルール、逆にそう、だから、まあ、足元はちょっと、あのちょっと足元というか下半身のレイヤード、これあんま多分普通の人はしないけど、結構アパレルは、うん、まあね、やったりするよね、なんか人とかやったりするよね。これ絞ってるんですよね。絞ってるで、ちょっとソックスに入れてるかも。あ、なるほど、なるほど。なんか昔、スケーターとかさ、はいはいはい、まあ、やる感じをちょっとこれ現代的にやってました。うわぁ、いかがでしょうか。え、これも、これもチルドレンですよね。これチルドレン、そうだね、ね、チルドレン、ナイロンパンツのトラックパンツのチルドレン、そのスウェットのショーツのチルドレン、あ、ショーツか。そうで、 T シャツがソラリス、あ、っていう、まあ意図せずだけど、あのブランド結構統一感出ちゃったね。おお、まあチルドレン好きだからっていうのもあるかもしれない。はいはい、もう全然違う感じだったな。全然、いや面白い、全然違うから。結構こうきくんはあのストリートライクな感じ、うん、そうですね。で僕はなんかプレーンな、うん、クラシックな感じになったけど、いやもうこれちょっと怖かったわ。これ下半身、これミスったらやばい。まあ奇跡的にいい感じになったけど、俺は思ってるけど、うん、いやかっこいいですね。なんか、うん、昔のコウキ君っぽいですね。あ、昔のっぽい、重ね着の感じ、やっぱり、そうです。これを見てあのいいなと思って、あんませえへんかったけど、してなかったですよね、パレット入った時。そうだね、まだ、あ、他の人よりはしてたけど、なんか今ほどは多分うんしてなかったかなと思うんで、まあ、これがたまにやってたよね、そのメインじゃなかったよね。そうですね、今はね重ね着ばっかりですけど、うん、みんなびっくりしたで、あのリールで、あの毎日違う服着ますみたいな、インスタグラムのねリールでみたいな、いや、よし、いや、お客さん、そのパレットのお客さんも来てくれるんだけど、はいはい、吉松さんってどんだけ服持ってるんですかみたいな。じゃあやりますか。ちょっと最近あのおろそかにしてたんで、あ、やりますやります。結構楽しみにしてるでしょ。あ、オッケーです。わかりました。じゃあ、はい、こ
こんな感じですけど、こうきくんがいい人は、あの、こうきくん。この重ね着の感じ、うん、ストリートライクなスタイルが好きな人は、こうきくんへ。はい。で、僕のスタイルが好きな人は、僕へ。ぜひ、それぞれいいなと思った方に投票してください。はいはいはい。じゃあ、どっちがいいかを、これを金曜日の夜にあげるので、金土日のこの週末の3日間だから、日付だけ言っとこう、 25?今日は18、18か25か、25日の金曜日のこの動画上げた時から27日の23時59分までにする。はい、そうしましょう。締め切りを、はい、だから約3日間の間にぜひ皆さん投票してください。で、その3日間終わって投票の結果分かって、もう一回その結果を持ってお店に来ます。なるほど、わかりました。はい、で、ここで結果発表もう一回しよう。了解です。わかりました。なんで、その時にはちょっとどっちが負けてるかってもう正直分かっちゃってるんで。あ、そっか。私物、負けてたら用意しとけと。用意しとけ。用意しとけ。ここに私物持ってきて。肩掛けですね。あれって。いや、わかんないですからね。もう僕がもう殴り込みに来て負けて私物もまだ持ってきてるかもしれないです。あ、なるほどね。確かに吉本さんいい私物持ってるんで。コウキ君もめっちゃ持ってるから、それぞれ負けたらめっちゃいいやつ持ってきましょうよ。めっちゃいいやつ、まあ、ぼちぼちいいやつ持ってきましょう。わかりました、わかりました。それでは、で、一緒にいいですか。チャンネル登録って言ってるんですけど。あ、はいはい。じゃあ、いきます。はい、チャンネル登録、高評価、コメント、今回はコメント。コメント、そうですね。はい、コメント。と、あと概要欄チェックの方よろしくお願いします。お願いします。概要欄にこうきくんと、あと、シダウッドのインスタも貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。はい。はい。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。